やべえ、優勝者がもうまた変わるな。今大会では終わらないことになってしまった。今勝ち逃げするつもりだったのに。3、あ、待って、意気込みお願いします。え、いや、完全にもう、もうこっちすごく気持ちが入ってたのに。意気込みお願いします。意気込み思う、だから言う、もうリベンジしますよ。リベンジ。あ、そうか、もともと優勝したの。そう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 、はい、だから取り返したいと。帰りいただきます。絶対に前回こいつにだけ負けてるんだ、絶対勝て。音波さえ封じれば。3、2、1、5、シュッ。押し出しだった。押し出しだったね。あ、じゃあケンチャン1、ワンポイント。ちょっと捉えきれなかった。3、2、1、ゴー、シュッ。お、いいぞ、これは行ったぞ。これは行ったぞ。つまんない。あれ、もう 3-0 じゃん。いやー、雑魚だったね。あ、終わった。ちょっと雑魚くないね。ちょっと雑魚だったね。やっぱ、まあ初心者だからしょうがないから。まあ初心者。どうですか。つまんない。どうですか。どうですか、ゆえさん。優しい聞き方だって。どうですか。つまんない。じゃあ、優勝決める前に、まずビリ決めましょう。ゆえやったよ、俺。さあ、ゆえの兄弟対決。もう今対決だよ。一番持ってる二人ですよね。一番。そうですよね。駒を持ってる二人なんだけどね。いや、俺絶対勝負に勝てると思って最強ベイじゃなかったのよ。いや、だからなんで最初から最強で来ないんですか。出し惜しみするのよ。そう。そこよ。うん、俺の敗因。そうだ。ただ岩さん初心者だからどのベイがどう強いか分かんないの。今やりながら勉強してて。今どの組み合わせで。今はまたかこれ強いと思うから見てて。マイルドマイバーン、噂で強いって言っているこの形のベイ、それに俺はこのボール、ボールボール、ボールが一番強いと俺は信じてるから。まあゆえさんは雑魚よ。バーストバースト。さあ、前振りが出来上がってます。じゃあ行きますか。はい、行きましょう。3、2、1、ゴー、シュッ。さあ、バースト持ってましょう。あーあーあーおっぱい。あー、ファーストブレイク。はあ。伊沢さん2ポイント。前回はずっと勝ってたから楽しかったんだな。でも負けてからがベイブレードの本当の楽しみだから、楽しそうだけど、一度再会になって、そっから負けるわ、喉痛めるわさ。いやいや、喉痛めるのは自分。音波使うから。音波ってそもそも何なんすか。俺ちょっと気になってたけど。音波以外持ってねえんだよ。初心者だからやっぱ音波とかもやっちゃうのよ。3、2、1、ゴー、シュッ。シュートミスですね、今は。すごいレベルのシュートミス。回してる途中でなんか分解してる。コッパみじんでしてる。なんだよこれ。ゆえさん大丈夫？勝てないとつまんないな。3、2、1、ゴー、シュッ。これは完全同時でした。同時バスですね。今のはいいですね。いや、今のはまずいぞ。流れをちょっと変えられちゃった。同時バーストで。同時バースト。俺が引き寄せないと流れを。ちょっと話聞きたいですね。どうなの。話聞きたいですね。どうでした。だから俺、どうでしたか。知らねえんだよ、全部。俺に話聞いてもね、ないんだよ。いや、今一気に流れが変わったと思ったんですけど。2-0 だけど、同時バーストはやっぱり。手応えはすごかった。ああ、なるほど。なるほどね。次に繋がりそうな。はい、なるほどね。なゲームは何でも一緒。集中してやれば勝てると思う。3、2、1、ゴー、シュッ。1勝ち、残り1勝ちだったから、もしかしたらあいつ成長したらやばいかもしれない。お、ちょっとでも話だけ聞きたいですね。話聞きたい。すいません、いかがでしたでしょうか。あじゃあ1位決定戦いきますよ。はい、いきますよ。3、2、1。いやー、この持久戦なる。いける、いける。
稽古したんだよ、ね、あいつを殴りてー